皆さんこんにちは、ネコビットのカーズです。今日はですね、新しく開発した簡単ミディスイッチ基板というのをですね、簡単に紹介してみたいと思います。こちらのパチパチトールくんとキャットボットの太鼓をですね、トールくんの方はこちらを叩かせて、キャットボットの方は太鼓を叩かせる、このアクションを簡単基板でやってみたいと思います。まず電源を接続しますが、電源はこちらの DC ジャックとターミナルブロック、つなぐところ2つありまして、どちらか片方にだけ接続します。両方をですね、違う電気を接続してしまうと最悪壊れてしまう可能性があるので、どちらか片方だけ必ずつけるようにしてください。今回はこちらのターミナルブロックから、ここの電源を接続することにします。接続はここのターミナルブロックのネジを緩めて線を入れて締めるというのですね、しっかり奥まで差し込んでやってもらえれば簡単に接続できます。続いてキャットボットを一番左の出力のターミナルブロックに接続していきます。左から 1,2,3,4 という接続になっているので、1つ目にキャットボットをつなぎます。同じようにネジを緩めて差し込んで締める。緩めて差し込んで締める。これでキャットボットの接続が終わりです。次にパチパチトールくんなんですが、ちょっと作業がしづらいのでトールくんにはちょっと避けてもらってて、線だけ先に接続します。線は同じようにというか2ですね、2番のターミナルブロックに接続します。今回動かすのはソレノイドというですね、こちらの、ちょっと見づらいですね、ソレノイドというですね、ものを動かすんですけれども、こちらには、電源の極性はないのでプラスとかマイナスとか考えずに、空いてる方をですね刺していけば問題ないです。方向は考えなくていいです。線のもう一方もつなぎます。はい、これでですね、電源とトールくんたちの接続が終わったら、あとはミディコネクタにミディ信号を入力するだけで準備は完了です。今回使う、ミディケーブルはですね、こちらの UM1 ローランドの UM1 というですね、ミディインターフェースなんですけれども、こちらはですね、一つの UM1 につき、MIDI 入力と MIDI 出力一つずつあるので、これの 2MIDI-IN と書いてある方を、こちらの MIDI-IN に入力します。ちょっとわかりにくいんですけども、2MIDI-IN というのはですね、MIDI のアウトのことなので、MIDI の出てきた MIDI のアウトを、こちらの MIDI-IN につなぐということです。なので、こちらを、2MIDI-IN と書いてある方をここに接続します。以上で配線の準備は完了しました。はい、そしたらこちらの電源ユニットにつながっているコンセントを AC 電源に接続します。これでボードに電気が流れ始めましたので、あとはこれで MIDI を打ち込んであげるとこの2人が動きます。もうすでにミディを打ち込めば動く状態なので、この一番下の鍵盤のところに音符を置くと、キャットボットの太鼓が叩かれます。で
もう一個上の鍵盤のところに音符を置くと手を叩きます。そしてこの2つをですね再生してみると、という形でですね、パソコンのMIDI シーケンサーからこの2人が操作できました。試しにですね、ちょっと長めにですね音を打ち込んでいってみましょう。はい、猫ですね。うちには猫もいます。はい、簡単にですねちょっと打ち込んでみたので、これを再生してみましょう。で、これを例えばループをさせてみましょう。という感じでですね、簡単に、この2人をですね MIDI を制御で動かすことができたので、この簡単 MIDI 基板を使うとですね、配線も簡単で入力も簡単というですね、電子工作は今までやったことがない方でも簡単に MIDI で物を動かすことができるような基板なので、今までちょっとハンダゴテも握ったことないしちょっとわからないという方も、これを使ってですね MIDI を使って何か物を動かすというのにですね挑戦してみてください。ありがとうございました。